20年間も戦争してるんですけどもうアフガンの人20年間何もしてねえからさもういいんじゃねっていう要はアフ,ルアフガニスタンとの戦争をやめたらっていうのがあってトランプ大統領が戦争をやめて今回バイデン大統領が、まあ、撤退の宣言をしてこうなったっていう状態なのでその世界中にテロがちょこちょこ起きますとでなぜか結果として中国が得してるよねっていうのをみんなうすうす分かってるんだけど。 でもそれの証拠はないよねと。だってやったのはアフガニスタンのテロリストだもん中国人じゃないもんと。でも結果としてなんかいつもそれで中国得してねみたいになるんだけど文句言えないと。 で、えー、イスラム国は今後どうなるかと思われますかヘユキさんの見解をぜひ知りたいです、えーとまあ、一応そのイラクの中でイスラム国がある程度もう駆逐されて、まあ、あの表向きはなくなったよねっていう状態になってでシリアの内戦もそろそろ解決しそうみたいな話もあるんですけどただその結局イスラム原理主義者の人たちっていうのとじゃあその。 えっと、自由主義陣営っていうのとは相いれないよねって考える人たちっていうのは一定の割合でいるので結局ああいったものっていうのはどなのでそのイスラム国のようなものがないっていう前提で考えるのは良くないんじゃないかなと僕は思うんですけどゆ樹さんはたくさんの国を旅行してきたと思いますが興味があってもさすがに危険すぎるという理由で行くのをやめた国や地域はありますか アサフスタンっすかねその2000年後、じゃカザフスタンじゃないや、あのアフガニスタンだ。あの、ちょうどアメリカの米軍がアフガニスタンにあの戦争を始めてる頃に、そのアフガニスタンひょっとしたら取材に行けるかもっていうのを、そのニコニコ動画のアメリカ支社、その当時のスタッフが言い出して、で、その、あの、 ま、普通にメディアの車も爆破されるんですよ、アフガニスタンって。なので、その、あの、車の、あの、底の部分に鉄板をちゃんとくっつけた装甲車みたいなのを買えば、あの、ま、爆破されても死ななくて済むから、そこ取材行くのどうって話になって、いやいや、それ、あの、僕行かなくてもよくねっていう話になって、それはさすがにどうかなと思いました、はい。 あのアメリカ人だったらアメリカ軍が助けてくれるかもしれないですけどアメリカ人じゃないとどうなるか分かんないんではい皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわじでしたバイバイ